疲れ様です。まあこれから体力測定ね、始まるんだけど、まず、まあね、オフシーズンやってきた分の成果をしっかり、出してください。ただ張り切りすぎないで、危ないと思ったら回避するように、はい、怪我しないように、はい、お願いします。あと、まあ、ここからスタートなんで、まあ、ちょっと今シーズンね、またキャプテン任命されました。はい、じゃあ今年も測定を始めて、いきます。よろしくお願いします。今日、スクワット と、T ドリル、フロアアジリティ、40ヤードのスプリント、ヨーヨーテストという形に、なります。じゃあ、各自ペアを組んでいただいて、会場お願いします。はい、東北クリーブレイズ、今日からチーム全体が始動です。若林クリス監督にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めて今年も7月1日初日を迎えましたが、この日を迎えてのお気持ちいかがでしょうか。そうですね、まあ、毎年そうなんですけど、まあ、非常に、まあ、緊張感もあり、楽しみさも、ありますの で、まあ、今年は特に、入れ替わりがありましたので、まあ、そういった面でこう寂しさもあれば、これからどういうチームになっていくのかという楽しみさもありますので、はい、非常に、まあ、ちょっと複雑なんですけど、でもワクワクはしてます。はい、とりわけ去年は悔しいメモリアルシーズンになってしまったかと思いますが、監督ご自身は今日まで迎えるにあたってこうどう準備して迎えられたんでしょうか。そうですね、まあ、やはりそのチームの、まあ、全体的な雰囲気だったり、あと、まあ、その目指すホッケー、もいろいろ考え直すところもありましたので、まあ、またこう11年目ということで、少しずつこう理想のチームにこうしていければなと思っています。今日から2ヶ月間開幕まで約で、来週から氷上練習となりますが、この2ヶ月で取り組みたいことなどはどんなことがありますか。はい、まあ、そのフィジカルの面もアップしないといけないんですけども、まあ、目指すホッケーも少しずつこう考え方を統一して、まあ、この開幕までに仕上げていければと思います。ぜひ巻き返しとなる11年目になると思いますので、改めて意気込みをお願いできますか。はい、まあ、本当に今シーズンたくさん、まあ、新しい選手が、加わり、彼らも非常にこうエネルギッシュで、こう頼もしいエネルギーをこうチームに、与えると思いますので、まあ、そこをうまく化学反応させて、最高なシーズンに、していきたいと思いますので、また皆さんがリンクで、一緒に熱くなり戦えるような、最高なシーズンにしていきたいと思いますので、また開幕になりましたら、リンクへ足を運んでいただけたらと、思います。よろしくお願いします。今年もキャプテン、はい、キャプテン務めて10年目になります。はい、田中吾キャプテンにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、まずは今日7月1日始動を迎えての気持ちをお願いします。まあ、例年この日を来るのを楽しみにしてますし、
みんなとまた新しいチームメンバー集まってこうやってスタートできることを嬉しく思ってます。今回のオフは長年チームを支えた選手が離れて、またすごくバックボーン豊かな選手もたくさん入りましたが、顔合わせしてみていかがですか？そうですね、まあ、毎年こう選手が、抜けるっていうこともあるんで、それはすごく残念なことですけども、まあ、その代わりに新しい、キャラクターを持った選手が来ることによって、また違ったチームカラーっていうものを出せると思いますし、それをこう作り上げて開幕に向けていくっていう作業が、まあ、ワクワクしてますし、楽しみな部分もあるんで、まあ、それをしっかりこのオフシーズン期間でやっていきたいと思います。新加入選手の中でも佐藤翔選手、はい、久々にチームメイトになります、はい、同学年ですね、はい、いかがですか？まあ、翔とは本当にもう中学ぐらいの頃から対戦相手として戦ってきてますし、その僕がアジアリーグに入った時に西武で3年間同じチームでプレーして、同じラインでもプレーして、すごく気心も知れてますし、まあ、彼のことも僕も分かっているつもりで、そういう仲間が増えるっていうことは僕にとってもすごくいいことだと思いますし、チームにとっても彼の経験というのが必ずプラスになると思います。キャプテン務めて10年目ですね、はい、いかがですか？まあ、ここまで本当に任せていただいてすごく光栄ですし、まあ、すごく責任感を持ってやれる仕事なので、まあ、すごく気持ちも引き締まりますけども、まあ、やっぱり去年の成績っていうものに関してはやっぱり僕の責任っていうものもすごく大きいと思うので、やっぱりチームがこう苦しい時に正しい方向に導けなかったっていう反省もあるんで、まあ、今年も任せていただいて、まあ、その去年の悔しさとか自分の責任を挽回するために、まあ、自分もやりたいことやらなければいけないことを今整理してこのシーズン入っているつもりですので、まあ、それに向けてこう気を引き締めてまたチームを引っ張っていけるように頑張りたいと思います。去年の悔しさ糧にしての今シーズンになると思いますので、はい、ぜひ意気込みやファンの皆さんにメッセージをお願いします。はいはい、今年も新しいチーム新しいシーズンがまた始まるので、こう、まあ、チームしっかりまずはいいトレーニングをしていい状態で開幕を迎えられるように頑張りたいと思いますし、またファンの皆さんの声援が僕たちの力となるので、共に戦って最後優勝カップを掲げるところをファンの皆さんに見ていただきたいと思っています。応援よろしくお願いします。